けれども、ちょっと下に、綺麗な、やっぱり。うん。今更やけど。綺麗だ。うん。映った赤も映ってへんか。大丈夫。ちょっとすぐ。でも始まってるやんな、これ。あ、始まってんの、これ。え、これオンエアしてる？オンエアされてる？マジ？じゃあオンエアしてるって言うならオンエアしてるよって言ってくれ。言うたやん、初めんで。ほんまに？お、あやこさん、こんにちは。こんにちは。なおさん、アロハーって。アロハマカロニー。すごいな、早いな。ちゃんと通知するやつやってるから。あ、なるほどね。チャンネル登録してくれてるってことやね。やつやってるから。ハワイっぽいの？あ、急にライブって来てますよ。あ、綾子さん、カウントダウンですかって。せやな、このライブ中に達成することになるんであれば、うん、まあ、カウントダウンですかねっていうことになるな。すごい、もう20人もいてる。すごいな、うん、何時よ今、5時。あ、ちょうど今仕事終わりましたって。ああ、その時間ナイスタイミングやってんな、その時間や。あ、奈緒さん、通知オンにしてるよって。あ、バイバイ。何？めっちゃちゃんと映んな。もうちょっと見ようか。何？なんか映ったかも。映ってる。うん。映ってはならないもの。映ってない。そういうわけではないんけど。それ何？さっきから。どれ？映ってはいけないものって。知らん。あ、今日弟たち起きてるねって。ギリよ。もう寝てた。寝てました。起こしました。うん、起こされた。もう俺昨日の夜中に起こされた。そこから起きてんのか。え？そこから起きてんの。そこから起きてるよ、もう。なんか前よりも画質綺麗な気がする。アップデートしたじゃん。してんの？うん。今日は弟たち起きてるね。ギリよね、うん、もう首の皮一枚よ、うん、だってもう誰とも顔寝てんもん。今日か、そろそろ始まってる。もん、もう始まってんねん。あ、ほんまに。うん。皆さん何してました？仕事終わりか。お、巻き巻きさん。はい、ヨギさん。こんにゃちは。こんにゃにゃちは。こんにゃちは。なんか、いいじゃない、さっきハマってるもん。なんかハマってるもんあるって。え？ハマってるもんあるってことやな。ハマってるもんある。ななゆうちゃんが最近ハマってるもん。さっき言ってたやん。俺の教えてくれたの。寝てこうか。ああ、寝てこんでいい、これ。寝てこんの寝るやん。どこで行くわ。いや、うん、寝るやん。なんかゆう言ってたやん、なんか最近ハマってるもんあるって。じゃあ最近発見をしたんですよ。うん。言ってたよ。うん。ちょっと教えたって。うわ、なに？なM 和田さん、うん、F！ お疲れ様です。いつもありがとうございます。一気にみんな起きた。起きた。自分で創業した会社で仲間と思っていた人間にクーデターされ解任されました。今流行りのやつや。そんな中、皆さんの動画に出会い、本当癒されて元気出ました。マジで。これからもゆるい動画を期待しております。え、もう一回言って。自分で、うん、創業、うん、した、え、トントンすな、うん、自分で作った会社があって、うん、それをトントンすなって。で、仲間と思ってた人にクーデターされて、うん、クーデターって何？マジ？内紛みたいな。そうだよな。あの、下克上した。そういうこと。今で、解任された。動いてないから。だからあれや、めちゃあれと一緒やろ。株
を持たれて、あ、誰の刑についてるのか、下克上ってことか。なんで急にこんな画質悪だったんやろ。画質悪いな、どうしたんや。ちゃんと見えてます、少々さん。いえー、す、そんな中に投げ銭していただいて、すいません、すいません、なんかこれはえぐいわ。お名前読ませてもらっていいですか。M 和田さん、 M 和田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、えぐいわ、それは。頑張ってください。ほんま、えぐ、そんなことあんの。俺もゆうちゃんと会社やったらゆうちゃんクーデターしよう。うん、いや、ほんま。スカイさん、88スカイさん、はい、レペゼン地球みたいだなってね。ほんまそうですね。そんなことあんの。悪い人いっぱいおるわ。お、マーボーさん、マーボーさん、いつも楽しみに拝見しております。ありがとうございます。3人とも大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか画質悪いの。画質悪くなったの、めっちゃ。なんでやろ、そんなことないで消えてるんですから。ほんまに。どれ、あ、綺麗な、あ、綺麗な。パソコン悪いだけど、ゆうちゃんのパソコン一回潰してみたかな。でしょ、あんまりから何が重いの。ゆうちゃんの、えつぼうさん、はい、えつぼうさん、はいはい、みんな元気そうでグッドです。グッドで す, です。全然元気そうな、グッドボタン顔してみる。俺今度ゆうちゃんがこのパソコン逆パカしたるからな。逆パカや、逆パカな。でな、じゃあ俺ゆうちゃんのパソコンパカってしよう。パカってするやん。パカってして俺逆パカするわ。逆パカ、逆パカやでさ、うん、俺さ、レモンサワーの、うん、ほんまに理想ってさ、レモンサワーってなんかちょっと甘くあってほしいね。究極を見つけた。究極を見つけた、うん、まさか、うん、意外と近い。シーレモン入れたら美味しい、ね、言ったらあかんねん、今から言うねん、それ美味しいね。今から言おうとしててそれを。俺さっき言ったって、うん、俺が言って、これ提案して、うん、やったらどうじゃう、うん、でなんか自分で見つけてかまない。うわ、俺が見つけて。ゆうちゃんマッサージしてよ。なんか飛んだ。ゆうちゃんマッサージしてよ。なんでやねん。急や。ちょっとだけでいい。ちょっとだけでいい。ちょっとだけ。だちょっとだけ今ライブ中やねん。ちょっとだけマッサージして。ライブ中やねん。ええー、今度持っていたいな。ちょっとだけ。マッサージして。うん、なんでなん。ちょっとだけ。腰が痛い。腰が痛いね。どっちが痛いじゃん、このライブと腰の。ちょっとだけ。なんでなん、ほんまに言ってんの。うん、ほんま、ちょっとだけでいいから。ライブ中にそれやる。うん、ちょっとだけやって。意味わからんで。うん、マッサージ、うん、うん、マッサージちょっとだけ、そう、10秒ぐらいで。どこ、腰痛いね。うん、腰ここの辺。うん、サワナブラホえ、サワナ言うとるやろゆうちゃん、え、サリサリ、なんか俺した、今。いや、サワンナ言うてるやろ、アホって言われてるから。え、ムカつくわ、ムカつくわ。お前なんで怒られたん、これ。ムカつかれてるから。なんかした、はい、まあ言うてます、言うてます、はい、言うてます、はい、じゃ飲んでみて、これ美味しいね、めっちゃ。見して。 CC レモンとイーチコ割りは、イーチコの CC レモン割りか。ふえ、鼻咲かんの。え、花咲かんの。つぼみですね。つぼみ、うん、全然咲いてんねん。ちょっとこれから咲く見盛りが、見つ見盛りがさ、これから咲く見込みがあるよと。ああ、希望はあるよ、希望があるよって。でもそこまでやった、すごいよ、花って。あ、ちょっと待って、はい、すいません、はい、和田さんの、はい、追記があります。追記、はい、株を渡していたら、ほら、取締役会で解任されまして追放されました。えぐ、起業する際は過半数を自分で持つ方がいいです。完全にあれや、そうや、レペゼンやと、あれやな、 H やったっけ。あと他にもあったやん、そういうやつ。そんなパターンあんの。やば、何やったっけ。あ、出る。ええ、はい、え、キャマさん、キャマさん、あ、610円、タバコ買える、やったー、
大義10本10本しよう。そうしよう。よっしゃ。俺にはない。だって200円、200円、200円やん。違う。10本10本しても、タバコ1本。トントンすなって。タバコ1本、あ1泊510円ぐらいから。いいじゃん、100円あげる。どういう計算やん。ケマさん、初めて見れて嬉しいって言う、はい。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。でも、怖いな。ナイスパですって言うのに、ナイスパ。ナイス。スパーゲッティ。怖いなぁ。でも怖い怖いだろうなえ、じゃあ他にも何かってん。笑い事ちゃうで。レペゼン地球がさ、うん、他にも何かってん。誰かがそういうあれで騙されたみたいな。へぇ、いや忘れたんか。忘れた。ちょっと俺も勇気に株渡したから、ちょっと後で返してもらっていい？何の株なの？ 3枚ぐらい。どこの株？うん、あったっけ？うん、お、さだやっこさん。さだやっこ。こんばんは。冷ややっこみたいな。こんばんは。5000人すぐです。イケメンさんに今ハワイで一番蚊が焼いてます。蚊が焼いてます。蚊が焼いてる。蚊が焼いてるじゃないの？蚊が焼いてます。どこに書いてるの？カーが焼いてます。横浜から応援してますって。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう輝きすぎて、カーが焼いちゃう。焼いちゃってもほんまに。お、これ、えっちゃん森のえっちゃん。あ、森のえっちゃん急に来た、頑張って。ありがとうございます。森のえっちゃんも急に来たほんまに。なみんな入っ、もうだって50人見てくれてますね。すごいな。ここで今、あれかな、チャンネル登録してない人っているんかな。あ、せん、ね、それ一回聞いてみようか。聞いてみよう。これ見てくれてる55人の中で、チャンネル登録まだしてないっていう方は ね、まだしてないっていうふうに書いてください。書いてください。はい、もう正直にね。正直に言ってください。はい、で、今すぐしてください。してください。今何人これ、ちなみに。58人。登録者数は。これはどうやって、あ、こっちで見たらいいんかな。あ、どうやって見たらいいの。携帯で見たらいいんじゃん。これで見たい。でも、あれ変なことならへんのかな。携帯で見たい。スタジオで見たい。そうそうそう。でも62人。あ、62、4962。え、たん5000人ってこのライブを見てる人が5000人ってわけじゃないの。ええ、そんな見てる。あ、どの5000人やったの。え、これ何の話。え、5000人達成なのかって書いてるやん。うん、そんなハードル上げんの。ライブ見てる人がってことやろ。ライブ見てる人が5000人やったら終わらんで。あ、終わらんか。うん、ハードル上げに行ってんね、それ。ああ、そうかそうか。うん、言うてますけども。言うてますけどもね。言うてますね。うん。スパゲッティ。スパゲッティ。ナイススーパーチャットの略です。おお。あ、レイさん、こんばんは。出遅れました。まだ始まったばっかりですよ。日本金曜の夕方やろ。これから飲みに行くやん、みんな。あ、でも飲みに行けへんね、今。あ、今、マンボウやからな。マンボウ。マンボウやろ。みんな知ってるから。マンボウちゃうやろ、終わってんじゃん、それ。あ、緊急か。うわ、厳しいやん。今、緊急やな。緊急。うん。緊急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 、俺知らんわ、それ。知らんか。すげえ、エイトスカイさん。はい。うん、崎山翼さんの動画も好きで見てて、一緒にやっててびっくりしました。あ、でも、すごいな。何一緒にやってるの。だからどっちも個別で見てて。そういうこと。すげえ。しかもすごい、別の人も同じこと言ったで。あ、ほんまに。たまたま普通にそっちはそっちで見ててみたいな。そうなんや。すごい。え、この人誰やったっけ。笑福亭。あ、円楽。紫。違う。紫円楽やで。味覚。二角さんってどんな人。二角市長やん、市長。マジ亡くなったそうです。絶対見たら分かる。どんな人やろ。市長やろ、市長。市長はみんな市長やんのかね。市長みたいに。なんで隠すん。さっき見て。え、どれ。マジ。え、見せてよ。その人。そうなんや。
2か月一緒ぐらい。何出てたっけ、なんかの司会みたいな人だったっけ。そう、何やったっけ、忘れたけど。忘れたな。千葉真一さん。え、もう今日あれやな、亡くなった、ね、マジ。うん、え、目覚ましテレビやってた。マジで。せやな。マジ。うん、そうなんかさ、結構そういう知ってる人が、でもそういう時代やん。そうそう、そういう時代になってるってことやんな。なんかちょっと前まではさ、なんかテレビでそういうニュースがあってもさ、誰とかだ、あんまり分からん人が多かったけど、うん、そうそうそう。え、でも千葉真一さん82歳だよ。そうそうそう、かっこよかったな。千葉真一さんはよくハワイ来てたね。なうん、と、まあそのこと言うてる間にコメントいっぱい来てます。ありがとうございます。いっぱい来てますか。一人減った。一人減った。一人減った。あ、健太郎さん登録しましたって。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、健太郎さんはしてくれたんや。そう、しおりさん、はい、ゲリラ在宅勤務でよかったって。ちゃんと仕事してくださいね。よう言うな、ゆうちゃん今日も休んだくせに。よう言うな、それ。よう言うわ、ほんまに。よう言うな。休んで、休んで、よう言うな。キャマさん、はい、まだ兄弟に出会って1ヶ月ぐらいですが、覚えてもらえるように頑張りますと。頑張りましょう。ガソー、前にさ、お悩み解決でもありましたけど、うん、ブラザーズに覚えてもらえるようにするにはどうしたらいいですか、うん、ありましたね。はい、でも結局これやっぱり見えてね。あ、見えて、見えて、でもこれモザイク見えてね。これそう、やっぱりあ、何、投げ銭ってこと。投げ銭の額によって何、覚えるスピードが速いってこと。投げ銭だけとは限らへん。ああ、うん、他何やってやっぱこれ、うん、見えてんねんだから面白いな、二人とも面白いね。お、大チャンネルさん。大チャンネル、北田ブラザーズ昨日からハマりました。おお、めっちゃ最近。すげえ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ昨日からハマってくれたってことは、まだまだいろいろ見てないんで、僕が一切あるんかな、ね、でも20本は見たって。あ、マジ？すげえ。昨日からで20本は結構連続や。20本、絶対平のやつ見てないよあ、じゃあ昨日知った人に向けて、うん、これは見てほしいっていう動画ある？平やろ。平、平、大ちゃんも平。神回やな、平やな。あ、でもあれも見てほしいな、あのお悩み相談のやつ。あ、それは見てほしいな。結構好評やもんな。うん、あ、結構おもろい。俺なんやろ。俺はあれかな。何？まあ、あえて言ってずらすなら、うん、罰ゲームのやつとか。ああ、あれか。やっぱそこら辺になってくるんだな、いや、なんかさ、結構あのブラザーズネタな動画とさ、せやな、ハワイネタな動画があり、うん、だできたらブラザーズネタ見てほしいです。せやな。すごいこれ言ってる。 TKM ワールドさん、はい、わしは崎山から来たって書いてる崎山のもんじゃって。めっちゃおもろいやん。わしは崎山から来た。ありがとうございます。ハワイ大好きやし、これからもローカル情報楽しみにしてます。ありがとうございます。わしは崎山から来た。崎山代表やな、うん、レペゼン崎山。レペゼン崎山。それどこに来てるの。 TKM ワールドさん。おー、え、あえ、はっ、えっちゃんや。もらえちゃん、森んとこのえっちゃん。森んとこのえっちゃんやもん。ほら、もうすぐ覚えてんもん。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、いつも。いただきます。森のえっちゃん、この前の、うん、ハンバーガーのプレミア公開、プレミア公開の時も、うん、投げ銭してくれた。あの隣にあったの、あれ。寝てたやんか、お前らは。じゃあ、俺、コメント返して。よう言うわ、プレミア公開やってることも知らなかったやろ。
知らんな、うん、めっちゃコメント来てますよ。森野いっちゃんから1220円、620円ずつか、610円ずつや。そうなるな。でも3で割らんの、まあちょっと100円ずつある。2で割るしか習ってないの。20円200件どういう計算やねん。200件30円。お、レイさん明日キース行くの。しおりさんも、うん、キースの行列がすごいらしいですねって。やばいよ。俺キースってまだどんなブランドか知らないけど。俺も知らない。よう知ってる人いんねんな。でもやっぱ明日行きますか。まあそれはちょっとそれはまあ。でもな、俺スニーカーゲットしたいん。うん、スニーカーゲットしたい人の顔じゃないですよ。もう俺はスニーカーゲットしたいん。今からぐっすり寝る人の顔やつ。でも俺頑張るで、スニーカーゲットできるように。もうどんな手段を使ってでもゲットするわ。どんな手段使ってでも、うん、まあちょっとそれはお楽しみということで、はい、お楽しみって言ってることはもう行くってことやな。うん、あ、さだやっこさん、はい、さだやっこさん、つばささんとの自転車の動画すごくためになりました、うん、ありがとうございます。ぜひね、使ってみてください、ね、こちらこそありがとうございます。あれほんまに毎日使ってるかな、俺大体。せやね、ほぼ毎日使ってる。だから借りるときはあの動画をこの右手に持ちながら操作してください。あと寝る前にも一回まず見てください、うん、ラジオ感覚であれラジオ感覚いる、うん、あ、しおりさん目覚ましそっちでも見れるんだって。まあ今の時代何でも YouTube ですよ。あれでも YouTube やな。え、ちなみに皆さん何派でした？朝の朝のニュース。多分家庭によってちゃうんだ、うんうん、僕らは断然目覚まし派でしたね。そうやね。他何やってるっけ。他はハノマロマーケットやってな。あー懐かしい。その時間か。違うやろ、その時間で。ハノマロマーケットはもっと後。おはよう、おはよう朝日。おはよう朝日。あー、でも俺あれも好きやったわ、おはよう朝日。見てた。たまに見てた。どこで見てた。ピアノ鳴らせたやろ。うん、おはよう朝日です。うん、ただいま、絹ぐるみのやつ。絹ぐるみぐるみのやつだね。ただいま、何時、何十分とか。目覚まし派やな。地元同じです。応援してます。エモワトソンさんやって、あのエモワトソンさんから。近かって。エグ。見てました、僕。ハリーポッターの人やんな。ちっちゃい頃。うん、すげえ。すごいな。結構人気になったな、俺らも。うん、エマ・ワトソンに見てもらえてる。地元一緒やったんや。あ、わしは断然目玉焼きや。目玉焼き。え、じゃあ、違う言い方が違う。あ、なんだ。わしは断然目玉焼き派。いやいや、ちゃうねん。なんか間違ってへん。何の話してんの、これ。ほら、だってあの何の話してんのちゃんとあの、私はジップ派ですとか、うん、目覚まし派ですとか来てんねんけど、うん朝ごはんやん。朝ごはんやん。それ聞いてへんな。なんか、あ、朝ごはんの話。あれ俺らが間違ってた。じゃあ朝ごはんの話しよう。朝ごはんの話。何派。朝ごはんの話ね。僕、じゃあ僕は、うん、ちなみに、あ、幼き頃の朝ごはんで言うと、ちっちゃい時でいいやん。あれやな。うん、やっぱシナモントーストやな。あ、いいな。シナモントーストで育ったようなもんやな。ええわ、それは。俺、でもいつもだパン派ってことやな。パン派。俺はいつもそのユウキがシナモントーストを食べてる横で、俺いつも、鮭と味噌汁とご飯とマットですから。どこの家庭で育ったんそれ。え、ちゃうかったっけ。うちちゃうやろ、それ。いや、俺らそうやったの。うん、俺らそうやったで。ゆうきが怖がれてんの俺。ゆうき違うな、なんかゲージに入ってなかったっけ。え自分たちで食ってたやろ、ゆうき。あ、そうやったっけ。俺ら3メートルぐらいの椅子で食ってたよ、うん、3メートルぐらいの椅子に1メートルぐらいの机やった。すごいもん、うん、それで、あの、鮭とか食ってたよ、うん、あ、ゆうき、ゲージに入ってるわって思いながら買ったとか、うん、よっしゃー、よっしゃ学校行ってこい。パシンやろ。パシンって言って、まだ言うてんの。ヒヒーンって言って学校行ったな。行ってきます。
すごいあれやな、幻やな。あ、赤垣健一さん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 、健太郎の父も登録。健太郎の父、多分この赤木健一さんのお父さんかな。お父さん、あれさ、父も通る。しかもちなみに父はみんな大丈夫？父は何何太郎なんかな。何太郎なんかな。で息子が健太郎なの。父もなんちゃら太郎やった。ああ。そんな子もできてる。あ、上の方ね。多分飛ばしてないか上の方。やっぱ金曜日やからみんな。鈴木つともさん、うん、酒飲まんの。酒飲まんの。言い方やろ。何の話が出てるの。多分違うライブ。違うライブやんな。の話やわ。あ、TKM ワールドさん他にも来てんねこれ。うん。あ、俺じゃあさっき言っていい。うん。わし、あ、これを見てたんだ、これさっき言ってた。あ、それって、うん、てうわ、ひあいさん、うん、ブラザーズハマってメイン、トゥルルテレで一気に全部見ちゃいました。すげえ元気もらえて最高です。すげえな、すごい。ありがとうございます。俺でも見たことないもん、トゥルル。あ、トゥルルは俺、日本いる時見てたけど。あ、見てた。そこ見てへんじゃないの。でも最近あれした、あの、登録解除したの。登録解除してた、わざわざ。うん、てか登録してたんや。え、登録してくれてたんや。登録してたんや。してたんや。アクシデントで。間違った。お、シャワータイムさん、シャワータイム、ハンバーガーシリーズもっと見たいです。シャワータイムさんも結構コメントしてくれてるな。うん、俺いつも返してます。返してへんや。お、ほら、アイアイさんかな。はい、ハンバーガー行く車中のコント最高です。ああ、あれはもう全部台本通り。うん、うまいこと言ったら、うまいこと言ったら、タマナス、何やったっけ、ヒポポタマナス。あ、ヒポポタマナス、うん、あれもちゃ、あれちゃんと考えてる。ヒポポタマナス、うん、タマナスやからね、うん、タマナス。お、TKM ワールドさん、うん、はい、シナモンってシャルテンな。いや、言い方やねんけど、投げ銭したくなってきた。ほんま来てる、それは。そこで投げ銭したなの。もう一回言うか、うん、シナモンって、うん、シャレてんな。そんな癖ある人おらんで、うん、癖あるな。わしは断然目玉焼きか。なんかずれてんねん、さっきから。いつもな、ずれてんねんな、ちょっとな。あ、すげえ、何、キーさん、はい、キーさん、うん、先日長男にワイキでお会いしたステッカーいただいたものです。ああ、ありがとうございます。え、その着てる？うん。そう。え、言ったよな、この話。聞いた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 。いや、前の、うん、多分結構前のインスタライブで見てくれてて、その時にコメントで、うん、あ、今度ハワイ行くんです。うん、で、多分覚えてんねん、それは。でも、俺多分やりながらとかやったから、全然誰がとか見てなくて、はいはい、でもなんかそういう話してたな、みたいな。してたやん。うん、いいじゃな。で、2日前か、3日前ぐらいにワイキで、うん、あの、見てますってなって。え、何してんの、ゆうきさんの時。俺は、ワイキで用事があって、うん、で、そのままちょっと帰るところやって、はいはいはい、で、信号待ちしてて、すごいな。びっくりした。すごいよ。うん、で、たまたま、あ、まあ、たまたまというか、いつも僕はね、うん、あの、ステッカー持ってるんで、はいはい、よく言うわ。あ、じゃあもう、これちょっと、うん、あの、つまらないもんですけど、はいはい。で、なんかそういうのは、あの、インスタとかに上げてくれんのかなーとか待っててんけど、うん、こやんねん。あ、こやんねんっていう、今コメントしてくれてありがとうございます。ありがとうございます。まあ、インスタみんなが持ってるとは限らんからね。そうそう、大体やってる。やってない人も全然いるから。いるから。大体持ってるやろ。みたいよ。ステッカー欲しいです。どうしたらいただけますか。うわっ、えぐいた、えぐいのけた。うわっ、うわっ、え、何、おおおお、さくらちゃん、さくらちゃん、ありがとうございます。ライブ嬉しい、でもありがとうございます。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 やばいな、すごいわ。でも、結構久しぶりのライブやんな。
この前にやったのに何の時やったっけ、おととぐらいだったんだ。いや、夢、あ、夢晩酌ライブみたいなやつ。じゃあ、ライブ、ライブやったんやから。うん、ライ、ライブ、ライブ、ライブ、や、野外の、うん、それで間違ってんじゃん。あ、あ、そっちやろ。そうか、ライブやろ。ライブの何の、ね、レイブやろ、それ。レイブじゃん、レイブやったんや。うん、いいじゃん、マッサージしてよ。もう2回目やねん、それ。いやー、1000円もありがとうございます。じゃあ大ちゃん、1000円で何する？500円、500円であのワンコインランチ食いに行くやん。そうしようか。てか2でしか割れへんの。え、あ、いやいや、10円つくやん。10円10円つくやん。2円、いや、20円、20円、何できんの。俺言うとき、うん、すいません、ありがとうございます。20円ありがとうございます。ありがとうございます。なんかすみません。すげえ、110人も見てるわ。お、レイさん、はい、まいちゃんは、うん、亀に乗って登校してたんちゃうって言います。学校にってことだな。な、何の話？何の話？何の話これ？何の話じゃないこれ。まいちゃんは、うん、亀に乗って登校してたんちゃう。これ、レイちゃん一人で爆笑みたいにしてるけど。これ何の話これ？そんな話してたっけ？登校の話した。あれやん。ヒヒンのやつやん、ヒヒン、勇気、ヒヒン、勇気が馬で、あ、そういうことね、勇気が馬で速いってことさ、そういうこと、そこ、うん、そこのやつ、あれやな。あ、この前の動画見て、先ほど湘南のテディーズビガーバーが行ってきました。あ、湘南にもあんねんな。あ、先ほどやな、これコメントでも来てたよ。あ、あのテディーズバーが行った。あ、確かに、なんか先ほどやったよ、また別の人。なんかいろいろ、いろいろじゃない、何店舗かあんねんな、日本。意外とあんねんな。8店舗だっけ。知らんかった。関西にもあんのかな。ああいうミリタリーとかそういう横浜とかありそうやな。思った川崎とか。あ、トイレで見てるな。トイレ、あ、一番いいよ、うん、サルいいな、うん、トイレで YouTube いいよな。いい、出れへんもん俺も。トイレで YouTube、トイレでタバコ、うん、タバコ吸いながら、うん、こうや、うん、じゃあトイレでタバコ吸ったらタオルがタバコ臭くなんね。いや、気にしてんの。いや、気にしてんやろ。俺気にしてんのやろ。やっぱ屋根が一番やな、ね、やっぱ今屋根になったらうまいで、うん、何言うの。何の話だよ。あ、赤木健一さん、赤木健一さん、あ、お父さん、お父さんも登録してくれた、ありがとうございます。あの、赤木健一さん、はいはいはい、動画で使っている BGM、 音楽など紹介してほしいですと来てます。ああ、名前、最近は今日バラバラやもんな。うん、あ、その初めの方に使ってた BGM とかやったら、うん、あそこから飛べんな、サウンドクラウド。ああ、レスカの。そうそうそう、はいはいはい、僕らの友達でね。そう、レスカっていう、まあ、アーティストがいるんですけど、はい、その人の曲をよく使ってましたね。そうですね、最初の友達の方のエンディングとかね。あれもな、ラジオのテレレの BGM でも使ってたりとか、うん、ぜひ。 TKM ワールドさん、あ、来ました。あ、ね、準備してるの。わしは夢は2学年とってから、今度ライブ見に来てくれた時に投げ銭するで。間違えた。それ、もう一回、もう一回、もう一回。今やったら分からへんの。わし、行くで、行くな、わしも嫁はんに確認取ってから、うん、今度ライブ見に来れた時に投げ銭するでいいわ。あ、そんな感じやけど、いいけど、そんな感じやけど、知り合いと知りに引かれてるな。お母さんに確認じゃないかね。そう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 。ゆうちゃんに負けてってきたわ、あこさん。あこさん、これ分けやな、ちゃんと3で。ってことは305円。えー、610円。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうほんまにもうその。610円。305円ですか。305円ですね。だから。で、5円あげよう。うん。2両しか知らんの。5円ずつ。あ、510円。3で割る方法知らんの。じゃ、2で割るのが簡単やねん。で、ちょっとあげるぐらいが、お、だ、おだちん。おだちん、おだちん。だちん。あずきバー工程を入れ。買えへんわ。うん。今のところ30円やぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ステッカー欲しいです。どうしたらいただけますかと来てます。
ああ、これもね、一つですね。うん、どれ？まずね、あの僕らね、ワイキキハワイ来た時に僕らを探してもらいます、うん、はい。で、探してくれたら、もし俺らがステッカー持ってたら、じゃないわ。ちょっと一回ステップ抜けて。一回ステップ抜けて。もう一回行こう。これ難しいね、よし言うの。そうですね、ワイキで、あの、会えば。会えば。で、誰か持ってればね。ちゃう。あ、ちゃうか。ワイキで見つけます、まず。はい、見つけます。で、僕ら逃げます。あ、逃げる。うん。追いかけます。はい。で、捕まえて、はい。プラス、僕らがその時ステッカー持ってたらあげれる。そうや。で、追いついてもなかったらもらえへん。そう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 。で、うん、運もありつつね。そうやね、うん、だから一番追いかけるの、追いかけた方がいいのは勇気。なんで？ゆうちゃんを追いかけてください。なんで？ゆうちゃんいつ結構持ってる。あ、持ってるからね。そうそうそう、持ってるし走りあんま速くない。そうそうそう。俺ビキで逃げるからね。本気やな。あ、こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。はじめまして。はじめまして。はじめまして。ブラザーズそれぞれの日常のルーティン動画とか見たいです。せやねん。あー、あこさん。あこさん。ありがとうございます。ありがとうございます。これもなんか見たいんです。あの、それぞれの。うん。あの、ピーン何時みたいな。そう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 。あるよね。で、また、ピーン何時何時何時。でも次のピーンでも就寝やろ。俺多分、ピーン7時コーヒー。ピー9時あ、PM の方なコーヒー、うん、それでは、僕はそうそう寝たいと思います。30秒で終わる。何してたんだよ。なんでで、その間が見たいね。なんで疲れてんの、うん、あ、山田美由紀さん。山田美由紀さん、今日ゆうちゃんにインスタライブおねだりしたら、うん、ライブやってくれた、ありがとう。あ、みんな仕事頑張ってくださいね。その手間はしか、いやいやいや、そっからか。で、それ生もらってんねん、裏で。何をもらってんねん。絶対そうやん。まだもらってへん、これからやん。これ案件やった、これから。しかも黙って、黙って、案件取ってた。で、裏でうわぁ、やりやったやりやった手入れてたよ。うん、言ったらダメじゃないですか、もうこうやってライブ中に。もう裏で手入れてたんちゃうんか。え、なんもらってへんやん。ただやただ。あ、はい、なおさん。なおさん。貢ぎ物持っていくって。ああ、貢ぎ。ただなんかチートあるんじゃなかったっけ。ああ、そう。ステッカー欲しい方に。あ、そう。裏技。裏技は、見つけた瞬間に、うん、タバコあるでーって言ってくれたら、あの、僕がこうやって。寄っていく。ヒヒーン。まあ、なっとるから。そうそう。で、僕らからも、寄っていくんで。じゃあ、あの、カートンで。カートン。どれとか言っとかんでいいの？あ、クールの8ミリ。クールの8ミリ。一番シンプルなやつ。あとで DM で写真送っとこう。うん。あ、今、スクショタイムするよ。スクショタイム。写真。スクショタイム。あれ持ってきて。あ、でもあれじゃない。あ、ちゃうよ。うん。そういえばね、はい、全然話変わりますけど、はい、まあ、YouTube ライブということで、うん、さっきたまたま YouTube 開けててんやん。うん、じゃあ、あの、フジロック的どうだる？あれな、フェス、うん、が、もう全部今 YouTube ライブでやってんねん。あの、イベントでもやってんねんけど。あ、やってんねん。そう、で、さっきちょっと見てて、うん、で、あれってさ、ステージが3つぐらいあんねん、うん、うん、あ、確かそうやった。じゃあ、いや、知った確か行ったことあった。あ、なんで？ステージ3つあって、チャンネルも3つ分あんねん。だから同時に全ステージを見れんねんけど、すごいよな。もうなんか時代やんな。すごい、すげえな。だからまあ、もちろんその生で見れんのはいいけど、うん、でもこうやってな、こう国が違うくても、うん、まあ、楽しい、見れるってなんかいいよな。すごい。それどういう系なの？ロック系？ロックやけど、あ、でもヒップホップとかも、スラップとかパンピーとか。ああ、それを見てたい。それを見てた。で、たまたま、しかもあの曲好きな曲で、おーみたいな。すごいな。フェスに行ってたね、さっきは。行ってたな。
ちょっとすごい。すごいよな。うん。時代よ。これからそうなっていくんちゃう、いろいろ。ほんまに映画みたいになっていくんだよな。お、山田美幸さん。山田美幸さん。ああ、行きます。え？ワイヨ。ワイヨ。あ、もうそれ、ここなんじゃなくて、僕直接送ってもらう。えぐい。じゃあ、これはもうさすがに俺だよね、これ。いやいやいや、まあ、2では。2525や。2525。2525ってもらう、あんまらんねん。今回はやめとこう、ワイヨ。あの、先も手引いてる。あ、手引いてるからな。じゃあ、今回はおだちなしな。なし。なし。次あげたの。うん。なんなん、どういうシステムなの、うん、で、少なって言ってる。え、山田美幸さん、うん、少な、少なって言ってる。いやいやいや、そんなことない。そんなことない、ありがとうございます。こんな、あの、うん、そんなことないんか。え、いや、ちょっと、全部こすないな。いや、嘘嘘嘘ありがとうございます。俺が、もしこういうライブ見てたら、うん、絶対タイになるやろな。絶対ないピー。え、な、投げ先生ピッピー。いや、お前、うん、俺もしせえへんやな。いや、でもありがとうございます。ありがとうございます。でも、多分そういう風になってきてると思うねん、時代的に。ああ。だってさ、さっきは時代めっちゃ言うな。え、でもそうちゃう、時代、時代か。意外と時代に乗ってへんねん、多分俺ら乗ってないよ。だってさ、例えば、え、なんていうの、例えば17ライブとかもさ、ああああいうのはもう投げ銭する用の SNS やん、うん、でも、もうその人がさ、それが当たり前っていうかさ、感じやん、はい、多分俺らが多分ついていけてない。いやでも、時代についていけてないのはあるよ。もう、あの TikTok がやってない時点で、うん、うん、だから、すごいと思う。あの、ママ世代とかパパ世代とかさ、インスタとかやってるやん、うんうん、すごいよな。すごい。インスタでも俺あんま分からん。ママの方が知ってるわ。ああ俺分からん、あんまり。だから俺らが40、50とかなったらもうどうなってんねやろ。多分携帯もう持ってない。持ってない。持ってない。逆に。誰か後ろついていってんじゃん。うん、だ逆に、うん。あの、付き人みたいな。ああ、その人をかけるみたいな。その人を全部やってくれるんだ。あ、あれ翼くん。あ、翼くん。おっ、ブラザーズ元気ですかって。あ、この間はほんまにありがとうございました。日本でスタッカー、あ、ステッカー配布しましょう。ありがとうございます。つばさくん。つばさくん。元気ですか？つばさくん。つばさくん、楽しかったですね、コラボ。楽しかったな、ね。なんかやっぱりさ、同じ関西やし、あの世代も同じやからさ。うん、楽しかったわ。やりやすいよな。あの、なんかこう、一緒やったな。YouTube 撮影してるって感じやな。せやね。ただただめちゃめちゃ白かった。でも、でも焼けてたな。後半が帰る頃だったら、うん、抜かされたの、俺。これどんだけ白いんだ。でも、勇気焼けたの。焼けた。焼けてきてるんですね。俺も。最近仕事してへんだ、俺。最近一番黒いな。でも、こうやって見たら、あんまり結構差が抜けてきたな。差抜けてきた。いや、ほんまに勇気黒なったよ、めっちゃ。うん。だって、この旅行めくれたもん。なあ。こんだめくれてたもん。だって、旅行めくれるって久しぶり。その触りがダメでくれる。どこ触ってんの。ああ、絨毯みたい。久しぶりに顔めくれた。顔めくれるのって嫌やな。なんか、バシバシなるよ。パピールイ、ハワイさん。パピールイ、ハワイさん。あ、ほんとだ、ハワイに住んでる方かな。そうかな。私も3人の息子がいますが、ブラザーズのように仲良しの様子が羨ましい。ああ、やっぱ仲良しなんですね。まだ、でも、ちっちゃいんかな。どうなるかな。でも僕らはあのビジネスブラザーズなんですね。はい。あの動画切ったら俺もうなんかもうありえん。もう殴り合いよ。うん。別々。うん。うん、別居。うん。それも撮るか動画でな。うん。ビジネスブラザーズのルーティーン。うん。まだあれやん、コントの台本書くところからやな。せや。そうなってくる。面白そうやけど、なんかそういう。設定でやる、うん、お、アリーさん。お、アリーさん、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。ストーリー見てみて。アリーさん、キースすごかったってね。
ちょうどさっき見てたの。俺キース今でも分からんねん。俺も分からんねん。見ても分からんもん、うん、分からんねん、うん、で俺が思ってたのはキース何だっけ、キースヒーリングみたいな。キースヒーリング、プロレスラー。じゃあそっちじゃなくて、なんかさ、テキサスの暴れ前攻撃する。分かる。あ、だだそれ俺もそれ思った。俺そっちやと思ってて、俺あれかな、こういうキスってやつと思ってた。俺それは違うやろ、また。でもあれ多分シュプリームとかと容量一緒や、多分。そういうシステムか。多分そうと思う。イエティとかで一緒ってことかな。それもまた違う。ほぼ一緒じゃない。あ、イエティ、ほぼ一緒や。イエティこれ、いやそれは一緒や、うん、系列が一緒やな。でも絶対じゃない、キス4文字だけやつでしょ。これがすごいんや。な、分からんよな。お、え、長沼すすむさん、あ、610円もありがとうございます。長沼さん、長沼さん、長沼さんは誰かと思えば、長沼さんは僕知ってるんですよ、実は。あ、知ってる方、ありがとうございます。お世話になってます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。もあれいつも見てくれてんのよね。うん、あ、ペンギンハウスさん。え？ペンギンハウスさん。ペンギンハウスさん。ペンギンハウスさん。動画見てくれて、イラストの。うん、そう、イラストレーターやんけど。ですよね。それ僕返しましたよ。俺やん。あの、今、ですよね、北田ブラザーズのあの、なんていうの、アイコンの、うん、あのヘッダーの。ヘッダーっていう。そうですよね。俺が書いてんの。いや、俺が書いてんの。あ、ペンギンハウスさん。ペンギンですわ、あれ。あれ？俺ペンギンです。そこで今コメントしてた。あ、俺ペンギンですわ、ね。うん、ありがとうございます、ペンギンハウスさん。ありがとうございます。ありがとうございます。言ってますけども。お世話になってます。お世話になってます。ひーちゃん。奈良から応援してるで。ひーちゃん。ありがとうございます。ひーちゃん。ひーちゃん知ってる？ひーちゃん。ひーちゃん。もうこれ知らん。ひーちゃん知らんの？知ってる？いや、でも、あの、これで誰か特定するのむずいよ。むずいよな。いっぱいいもん、たぶんひーちゃん。たぶん知ってる人いっぱい見てくれてるんやろ。せやで、せやで、せやで。それがどれか分からん。分からんな。結構言われんの。YouTube ライブ見てたよ。言われんねんけど。あ、TKM さん。うん、TKM さん。ということは、嫁に確認するわしは時代遅れか。そうか。こっち出ますわ。そこは時代関係ないやろ、別に。相当センスあるな。ほんまにそんな感じなんかな。多分そうやろ。いや、一番最初のコメントがそうやろ。ああ、うん、それ言い方なだけやろ。わしは崎山から来た。これでしたよ。え、えぐい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 、大盤振る舞いや、大盤振る舞いや。え、5000人おめでとう。5000人行った。え、え、行ってないよ、多分。あ、これからやんな。これから勘違いしてる、もしかして。じゃあ、チェックしようか。大盤振る舞いや。ありがとうございます、リボさん、いつも。ありがとうございます。まだやねんな、ちなみに。まだまだ、まだ。あ、じゃあ、まあ、もうちょっとチャンスあるってことや。しかも、えぐい。長沼すすむさん。もう、え、長沼、な、長沼すすむさん。610円。610円。えぐい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとペース落とした方がいいんちゃいますか。すごい、だってあのまだ追ってへんもん。一覧の中に2つあるから。うん、すごい、すげえ。ありがとうございます。ほんまにもう、この調子でみんなどんどんね、この今がチャンスですよ。この投げ銭、投げ銭、投げ銭、投げ銭で埋めましょう。一回どこまでに。何言うてんねん。いや、でもリポさんまだ行ってないですよね。あと35人ぐらい。あ、でも今、でもありがとうございます。ライブ始めて5人ぐらい増えた。3人ぐらい増えたな。うん、カレン K、 気持ちの投げ銭受け取ってください。カレン小坂かな、これ。ああ、ちょっと知らんな、ちょっと知らんな、知らんな。え、気持ちの、あ、気持ちの投げ銭いらんな。 それはちょっと分からんな、うん、見えへんな、なんか入ってるか、これ分からん。読めもうええか、もうええろ、ええな。もうコメントが全然追いついてないな。ゆうちゃん、コメント読んで。あ、まあ、さっきのまあ投げ銭の続きになりますけど、はい、まあ、投げ銭は YouTube が一番いいですよって。
他のやつはなんかようわからんって。あ、そうなんや。あ、そうなんや、うん、他者の分かりづらい、投げ銭したくない。 あ、じゃあもうぜひ YouTube の方で。 YouTube でね。だから言ったやん。お待ちしております。だから言ったやん。あかんでって。わしは入ってる TKM さん。あ、リコさん、リコさん、リコさん、はじめまして。最近 YouTube で知り、インスタグラムの方もフォローさせていただきました。ありがとうございます。早くまたハワイに行きたいです。動画楽しみにしてます。ありがとうございます。もうすごい100人も見てくれてるね。すげえな。すごいな。あの、あれなしで、告知なしで。あと1分11時や。あ、でもやっぱ告知あった方がいい、いいんやろな。うん、すごいな。まあでもまた違う感覚やんな、多分。あの、告知ありで、うん、よし始まったっていう感じと。だってこのライブを告知しても告知できひんもんな、このゆるすぎて。いや、いつもやそんな。いや、これ今日はすごいぞ。でも前もどれだったっけ、リポさんか、なんかこれぐらいでちょうどいいって言って、あのライブ、これでもなんか硬い方だと思う。だってこれ全部台本通りやもんな。台本通り。いや、頑張って覚えたわ。50% も入らないな、レイさん。投げ銭ってブラザーズに入るのは 50% ぐらいなんでしょ。あ、ちょうど 50% ぐらいだよ。かな。そのぐらいな。結構残酷やね。残酷やね。YouTube 稼いどるな。そうなんですよ、レイさん。すげえよな。悪いな。悪い。え、あんま言ったらない。あんま言ったらない。あ、でも聞こえてる。YouTube はでも聞こえてるから。AI が聞いてるから。あ、愛。お、翼くん。あ、そうだよ。東京でハワイショップやってる知り合いの方がいて、ブラザーズ見てるって言ってましたよ。もしよければステッカーくらいなら置かせてくれるかもしれないので、もしあれやったらいつでも連絡ください。すごい。それは面白い。なんかそういう、なんていうの、お店とかとのコラボでさ、うん、やっても面白いかもね。別に YouTube 関係なしに。ぜひぜひお願いします。これさっきもなんかこれでいいな。何？ビジネスブラザーズなんですかって。血はつながってない的な。ああ、血は一応つながってますよね。血は一応つながってて、うん、一応あの親も同じなんですけど。はい、まあもうビジネスでやらせてもらってます。マイマイマイマーさん、マイマーさん、マイマイマイマーさん、世代ブラザーズさんってほんまもんの兄弟なんですか。あ、よく言われるんですよね。よくビジネスなんです。でもこうやって言ったらでもややこしくなんねんかな、うん、だって今ほんまにそういうビジネスカップルとか、あの YouTube であんの、うん、あのビジネスカップルって 言いながらやってる。だほんまにカップルじゃないねん。へえ。 YouTube 上のそういうストーリーみたいな、あのストーリーを作ってるみたいな。すげえ。でも私たちはビジネスカップルですっていうふうに言ってる。意味がわからんもん。で、その言うたらややこしくなるよ。ああ、一応あの本物のリアルブラザーズです。リアルブラザーズ。だから時代についていけてへんねん。いや、それ時代進みすぎちゃう、その人らが。前追いついてへん。すごいな。時間見るな。うん。ちょっと無理。まあもう時間見えるか。山田美幸さん、山田美幸さんがいいって夕食作りながら聞いてます。それぐらいが、そうだ、もう6時ぐらいやもんな。ちゃう、6時が。あ、面白動画だと釘付けになっちゃうから、まあ、これぐらいゆったりな方がいい。そうやな、釘付けならん程度だよ、うん、こっちもいいな。うん、せえ。あ、マイマイマイマーさん、マイマイマイマーさん、カノー姉妹みたいにビジネス兄弟だと思ってました。ああ、もうあれが典型的ビジネス姉妹な。俺、兄弟と思ってた、あれ。今まで。ほんまに？あれは兄弟違うで有名やな。うん。そっからもう時代について出てきた。いや、ほんまに俺あんま知らんねんな、いろいろ。いろいろ。いろいろ知らんわ。あれね。あの
最近亡くなった方、千葉真一、千葉真一の息子は真っ健雄、知ってる、知ってる、それは知ってる。俺でも真っ健雄俺知らんかってんな。あ、ほんまに。で、ちょうど知り合いの、うん、知り合いのっていうか、まあお客さんが、うん、学研究した。学研究。学研究。学研究。まあなんかその映画を撮ってなくて、うん、でそのあの真っ研究と一緒に仕事をしたって言われて。学研究。まず何人ってなった？うん。うん。真っ研究。誰やろ。学研究。何言ってんの？まあそんな言うてますけども。はい。はい。まあ長々と見ていただきましたが。もうこっちもだって夜中の3時ぐらいになってる。うん、もう3時半やな。やばい。けど頑張ってやばいな。なあ。もう目やばい。うん。じゃあまあ大体あと何分？15分までやるか。15分まで。うん。じゃああと10分ほどで。はい。まあ無事に5000人行ったということで。行ってないね、まだ。いやー、やっぱ感動の瞬間見れたな。感動の瞬間。ライブ中に。多分寝てる時に感動の瞬間が過ぎてる、うん、多分視聴者さんから行ったでっていう、でもすごいよ DM 来るやろね。あの5000人行こうってやっぱ俺を筆頭にさ頑張れやってあの大きな目標立てたやん。それが詐欺やお前は筆頭に、お前もう結構後ろの方からもう歩いてきてへんで、もう頑張ってへんで。いやでも筆頭にした回やったなと思って。なはい、すごいよ。あ、コロナ前はこれは LC43、 コロナ前は毎年ハワイに行ってました、うん、また行けんようになってまた真っ健雄また行けるようになってほしいです、うん、マイケル井上さん初見です。復権者マイケル井上、なんか聞いたことある、なんか聞いたことあるな、プロレスラーみたいな。ほんまに名前、マイケル井上さん。え、ハーフ芸人やろ絶対。あ、ちょっと待って、これさ、うん、まあ前も言ってたけど、はい、まあ例えばもうすぐまあ5000人行くわけ、うん、チャンネル登録数、うん、で、まあ動画によってはさ、まあ、5万回再生とかされてるやつもあるわけや、うん、だからあの芸能人とか、うん、有名人とかももしかしたら俺らを見てる可能性があるやん、はいはいはい、そんだけ見てくれてたら、うん、出川とかな、出川なんで、なんで出川やったら見てるやろうなみたいな感じの。いやまあハワイ好きな人多いから多分芸能人、あのあれとかな、肌よくとかな、そうやったっけ、あの肌よくそれあれちゃんカンニングとかじゃないの大体ハワイ好き。いやいや肌よくは見てるやろ、うん、なんかさそういう芸能人とかで、うん、あ見てますよみたいな、ちょっと、うん、教えてくれたら嬉しいよな。せやなっていうね。それか、あの、もし友達が芸能人とかやったら、そいつ、その人に見して、あ、見せたよって、うん、見せて、それその写真を撮ってで、ばらまいて DM ください。なんやねんそれ、うん、この人見てるよって。なおさん、はい、今日はなんだか初めての方が多く見てくれてる気がする。確かに、確かにな。あんな、これ全部俺の作戦やねん、これまあ、まあ、うん、作戦、うん、どういう作戦を施したの？いや、あのまあこれも友達から聞いた話なんだけど、うん、はい、やっぱこう前から告知してるとさ、うん、結構あのよく普段から見てくれてる人が、うん、やっぱりそれに合わせて見てくれる、はい、でやっぱりそのコメント欄もやっぱりそういう人が結構中心にコメントしてくれる、はい、であえてこうゲリラライブとかにすると、はい、あのそういうレギュラーメンバーじゃない人も結構こう入ってきやすいと思って言ってたよ、うん、え俺ら考えてた、そうそう、俺ら勉強会開いてきてたじゃん、そうそうそう、それ俺呼ばれてん、呼ばれてない、サボってたよ、そうサボってた、クリスるわほんま、とんでもない兄貴やん俺、あほんまにそうやったっけ、ほんますごいわ。そうでゲリラっていうのはそういう意味でもあるんですよ、うん、そうやったん、そう言うてたやん、ずっとそれを見越してのやった、うん、そう、うん、あ、らしいですわ、うん、で、あえてゆるゆるモードで作るために俺がさっき寝てたん、あ、そうやった、頑張ってんで、うん、でも勉強会で教えてもらって、そうそうそう、それはな、まあ、何で分かりませんやん、ついていきませんやん、
時代についてきてないな、うん、もう奥の方まで歩いてるよ、止まってるよ、お前やそれ。あ、じゃあマイマイさん、マイマイマイさん、マイ多い、こんにちは、こんにちは、こんにちは。ハワイになくて日本食で今一番食べたいのは何ですかと聞きます。中華だね。中華、大和県、あ、丸源も行きたい、丸源行きたいな、絶対丸源、中華やな、うん、な、そうなの、中華が一番いいで。だから寿司とかやったらな、あるやん、この一方、この B 級グルメで、うん、がっつり食べてビールガーって飲んでってやりたいんやな、うん、そうやな。やっぱりさ、うん、こうめちゃめちゃ美味しいものよりもこう思い出のあるご飯の方が食べたいってなるよな。そうよ、なんかこっちでも美味しいご飯はまあそれで連れてってもらったりとかさ、うん、まあちょっとお金出したら食べれるやん。いやもう大和県は何何いやママのご飯の思い出、いや思い出食べれるやん。あの思い出じゃん。いや、ちゃうやん、そういうご飯屋さんってこと。そう、ご飯屋さんとか、うん、あ、なるほどな。あ、山田美幸さん、山田美幸さん、私も最初は嘘兄弟だと思ってました。へえ。が、よく見ると鼻がそっくりな3人ですと。あ、せやな、なんですよね、鼻は共通してんじゃん、まあまあ結構ここがちょっと見てわかるかな。せやな、ここがわしばな。え、ゆうき折れてんねやったっけ。俺は折れてんねん、もともとそれ、うん、すごいな、じハワイのスケボーショップの動画お願いします。ああ、はいはい、スケボーショップ、エイローエイスケートとか ATB。 一番上のお兄ちゃんはデフテックに似てる、真ん中のお兄ちゃんは池内、瀬戸内寂聴おんないこれなんて読むやろ、池内広之、広之、あれ広之かな、G、あ、違う、 GTO の人やな、え、 GTO の人やな、へぇ、 GTO の生徒で出てたし、あー、単発の人、そうそうそう、坊主っぽい人、はい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 、確かに雰囲気、あの人よく来てたよ、サーフショップ、へぇ、あ、俺も見たことある、うん、あの人ハワイ好きやねん、へぇ。レイさん、レッドスパイダージュニアとコラボしましょう。したいな。何ができるこれ、コラボして。俺は一応あのラバダブでできるやん。ああ、できんねんやん。できるやん。俺オープニングだけ参加するわ。何すんの？芝生ぞ。芝生ぞ言うて。っていうオープニングがあるんですよ、その YouTuber のね。あ、面倒見が良さそうなヒロミさんからオファーあったら嬉しいですね。ヒロミさんか。そんのあれやろ？ヒロミ。岩崎ヒロミやったっけ、ヒロミ、ヒロミ、あれ、ヒロミファクトリーじゃん。あ、ハワイ好きや、ヒロミさんもハワイにあれ、家あるみたいですね。あ、そうなんや、へぇ、まあでもほんまハワイ好きな芸能人とかにもし見てくれてたら、うん、声かけてほしいよな。木梨さんとかね、うん。リポさん、ギリラすぎて見逃すところやった、はい、すごい、仕事帰りで運転中やったから、うん、途中のスーパーに車止めて見てます。そこまでして見るもん違いますよ、すげえな、ありがとうございます、ありがとうございます。ゆうちゃん、うん、ゆうちゃんはそれほど影響力がある人間やねん、自覚を持ちなさい。そう、日々の行動に下半身すっぱだかで前歩いてたりとかさ、やめた方がいいよ本当に。誰の話してんの。あ、さくらちゃん、はい、後ろの兄弟の絵が可愛いですね。あ、もしかしてズームしちゃってる、ズームしちゃってる、お前ら猫踏みながらやんの。可愛いですね、うん、ズームなってる、うん、見えてる、ほんまに、うん、じゃあ戻そうか、タイちゃん戻してもらっていいか。お、あおちゃん、あおちゃん初コメントです。お、ありがとうございます。楽しい動画をありがとうございます。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 エイトスカイさん、波乗りしながらライブ配信お願いします。おお、コートの技。でもできんことないよな。の YouTube ライブ、まあ、防水の携帯にしてる。そう。すごいよな。時代やな。すごいよ。だって海の中で電話とかしてんもん。でも面白いな。それちょっとやりたくない？一回。
海の中で海、海上ライブ、あ、ちょっと行ってくるわ、みたいな、うん、で、なるんだって、うん、ちょっと持っといて、すげえ、電波あんのかな、電波あるよ、へえ、面白くない、面白い、それは新しい、いや、いい企画思いついた、今、いや、書いたえ全部取っていくやん、じゃあ一応言うといて、こういうコメントし していただけますか、DM でお願いしてたな、何か、うん、そう、ゆうちゃんだけしっかり座ってて、二人のゆるさも好きです、あんまり出したらダメなんだよね、じゃあね、このバランスがいいん、見てみ、もうほぼお前入ってへんで、いや、ここらここ入ったん、ここしか入ってへんで、いい、それが見たいの、それが見たいの、あ、ここ渡辺さん、あ、久しぶりです、久しぶりにライブ見れました、風邪で死にかけているので笑わせてください、大丈夫、風邪の時見たらあかんねんよ、余計しのなんで、ほんまに免疫なくなんで、うん、みたいな、なるか、でもな、あの風邪の時とかってさ、ママとか優しくなるんよね、おかゆ作ってくれたり毛布かけてくれたりさ、覚えてる、何覚えてる、風邪の時ってすごい優しくしてくれるの、普段はもうベルト持ってパチパチされてベルト持ってパチパチ、うん、ペンギンハウスさん、ペンギンハウスさん、ブラザーズのアパレルブランド立ち上げたら面白い、おお、どうする名前、今一応キスにする、あ、そうしようかどうしようか、スニナイキとコラボしようか、もうナイキとコラボしよう、マイキでんじゃん、マイキそれでいいか、マイキとコラボ決定しました、うん、トミーさん、トミーさん出遅れてしもた、すいません、あれこれちょっとまだ、うん、癖あるんじゃん、え、出遅れてしもた、あ、これ普通、あ、これ普通ない、すいません普通、あ、すいませんじゃん、すいません、あ、出遅れてしもた、すいません、違うやん、まずトミーさんやけど名前がトミーさんはそうなんちゃうんや、トミーさん声高いからさ、うん、TKM は、あ、もうそっちゴリゴリないそっち、うん、そうやったんや、 TKM さんはあれ見た目亭主関白やねんけど、うん、中身尻に引かれてる、うん、あ、じゃあもう、はい、しようか、あ、今日はね、じゃあ最後に投げ銭タイムということで、はい、今まで見てくれた人みんな投げれるだけ投げてください、はい、感謝してください、あの、これ感謝感謝、クレジットカードから引き落とされるんで、手元にはあの手元にあるお金はそのままあるんで、何言ってんねん、114人の方が見ていただいてます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、おかげさまで楽しかったです、はい、いや、最後声かけして、声かけ、でもね、これね、コメントくれるっていうのがほんまにやりやすい、やりやすい、面白い、やってて、うん、ウケる、ウケる、 M 和田さん、 M 和田さん2回目やん、ありがとうございます、すみません、 M 和田さん、また次回もお願いします、ありがとうございました、ありがとうございます、すごいな、ありがとうございます、ちなみにさ、まだちなむけどさ、うん、あの YouTube の名前とさ、インスタの名前が違う人おるやん、うん、それちょっと一緒にしてほしくない、あの、分からん、まあ別に分からんでもいいねんけど、まあな、なんか俺らとしてはさ、こうやってコメントもしてくれて、あ、この人か、そうそう、なるやん、インスタやったら、うん、確かに、まあ言うてますけども、言うてますけどね、あ、明日 Air Force One ハワイ買うのってレイさん、僕はどんな手段を使ってでもこの手元にね、あれにしたいね、持ってくる、あれにしたいね、あれにしたいね、しかもそのエアフォースワンの名前はハワイっていうやつや、うん、うん、作ろうか俺らで、うん、エアフォース3でいい、兵のハワイ作った L、 兵で、塀でハワイ作った、ナイキのエアフォースワン買って塀でかけて、うん、プレゼントしようか、プレゼントする、視聴者に、おもろそうか、そうしよう、そうしようか、
で、ちゃんとラッあの箱に入れて。粉はあれですか、塀をつけよ。塀をつけよ。匂いを。それかさ、ちょっと匂い中心でいくわ。ケツにさ、ちょっとペイント塗って、うん、その塀の噴射で、うわ、スニーカーに手をつくみたいな。えぐいな。いやいや、スニーカー。俺のケツが。いや、この前もやってること変わらんで。この前がいい。やってること変わらんから。俺のケツが言うさ。うん。まえちゃん、履かずに売るやろって。いやいや、履くて。おペンギンハウスさんもキースハワイ羨ましい。うん。そんな知ってんの？知ってるねんや。まだ分からん俺。俺らが全然ついてきてない。もうちょっと、そろそろ、はい、並びに行かの時間や。はい。これが、M 和田さん、M 和田さんが。何？これ、ゲージこれなるまで。ああ、そうやねや。もちろんもちろん。そうやな。あの、投げ銭のゲージがある限りはやり続けよう。そう。じゃあ、もし、もう、まあ、もしそれ例えば10万円とか来たらもう今日1日やろう、うん、もう減らへんで減らへん。あ、そういうことこのゲージって長ければ長いほどずっとここに移って。あ、そうなん、うん、へえ。1年やっててそれも知らんねんで。そうなんや。この辺からついてきてない。じゃあじゃあ俺そんななバランスが大事やから。なんでもバランスやで。そう。よう言うわ。バランス取れてへんね、今。勇気がこう、たぶん行き過ぎるとかあるから。うん、どこがええ。そこを、俺らでこう、バランス取らない。勇気、シーソーって分かる？今こんなんやで。ちゃちゃ、勇気がこう、バーンって行ってるから、こっちにバーンって行ってるやん。行き過ぎたらもう、こうなっちゃうから、そう俺ら、俺らでこっちガーンってやってんの。俺ら、勇気がここやとしたら、ここ真ん中やとしたら、俺らはここら辺で。こうバランス保ってありがとうってな。うん。シーサーからね、一応。まだ言うてんの。なんでもシーサーやで。せやで。舞ちゃんはそのままでいいのをやって。いいやろ。じゃこれ。分からん。これ。え、いいの？もしかしてこれ。ハテナ？分からん。ハテナが隠れてると思うで。いや、ハテナ的には絶対ない。まえちゃんそのままでいいの？違う勝ってない。何が？これまえちゃんはそのままでいいの？何話これ？え、だから今のこのシーソンの話やろ。ああ、いや、ハテナなんか俺にまえちゃんそのままでいいの？じゃあいいの？いいの？いいの？俺にはハテナが見えるな。これぐらいがちょうどいいの？おかしいな。睡眠大事なの、寝ましょう。せや、ほんま大事やねんな。レイさん、まいちゃん、すでにもう寝てる。うん。長男、閉めてくださいって。え？長男、もう長男、閉めてくださいって言われてんの？ほんまや。じゃあ、閉めよ。閉めよ。ここかな、もうビシッと言ったら、はい、ビシッと言ったって。ということで、はい、今回のゲリラライブ、はい、5000人達成としたということで、はい、ありがとうございました、もう。はい、ありがとうございました。じゃあ、次の目標は1万人。1万人。行くようにね。まだまあ5000人行ってないからね。はい。うん、とりあえず頑張りたいと思いますので。頑張りますのでね。はい。何どうぞ。はい。よろしくお願いします。お願いします。ほな、家帰ろうやって、リポさん。ちなみに今ね、見てる人で登録してない人はね、はい、また登録。ポチッと押してもらって。お願いします。お願いします。リポさん、ずっとおったんかな、どっか。そうじゃ。あー、リポさんもありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、またねー。バイバーイ。バイバーイ。はい、カット。カット。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。何飲んでるんですか？ハーブティー。あ、ハーブティー、ちょっと。あった、おしゃれな飲んで。ありがとうございます。あ、すげえ、おつけよ。おいしいよ。じゃあ、おやすみなさい。おやすみ。はい、おやすみなさい。あ、そうですね。おやすみ。おやすみ。あ、そうですね。
おい全部ずっとんど終わった瞬間にタバコ吸うんけ。はい、何の話してんの。あ、全部ずっとんどでこれ終わった瞬間やタバコ。リポさん帰れへんから。終わった瞬間にタバコ吸うねお前。リコさん帰れへんがやってまうやん。あ、今日これママが作ってくれたシナモンケーキ。おいしそう。これママ作ってくれたんですよ。ママ手作りの。そう、これ後で食べていこうかな思われます。それ今食べへんね。はい、じゃあこれ本物おやすみなさいです。おやすみなさい。